はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、サムネタイトルにもある通り、私大食いラスカルフリーターになります。というのも、このね、コロナのご時世になって、なかなかイベントだったりとか、オフ会とかね、見ていただいてる視聴者様にね、こう還元できる何かがずっとできなくて、ね、もやもやしてたんですよ。そこで仲良くさせていただいている、メイン屋シンクさんというお店の店主さんにご相談させていただいたところ、3月の3日から3月の5日の3日間の間、昼営業のみとなりますが、私、ラスカルですね、フリーターとして働かせていただけることになります。なりました。本当にこちらのメインシンクさんもめちゃめちゃ美味しくて、僕も大好きで、動画をね見てくださってる皆さんにぜひね食べていただきたいのとずっと思っていたので、まあ土曜日もありますし、この機会にね、まあ、麺屋シンクさんのラーメンを食べていただきたいなと思います。ただコロナの感染対策等を踏まえた上でイベントではないので、営業中に一緒にこうツーショットの写真を撮ったりとか、ホールに出てお話をしたりってことができませんので、そのあたりはねあらかじめご了承いただければと思います。ただ、まあ、僕がねトッピング等を持って作ったラーメンをぜひねお時間が合う方はこちらの麺屋シンクさんに来ていただいて、僕のね作ったラーメン食べていただければと思います。で、今回に限らずですね、こういった活動を今後もしていきたいなと思いまして、この動画を見てうちのお店にもねぜひ来てというお店様がありましたら、 YouTube や Twitter のプロフィール概要欄等にお仕事依頼のアドレスが記載してございますので、そちらの方からねご連絡いただければと思います。ただお店さんやね、お客様に普段の感謝を還元したいなと思って活動しておりますので、全くね、時給等は発生しておりません。もちろん案件費もいただいておりません。ただ、まあ、営業のね、お手伝いの最終日に、そちらのお店さんで動画をね、撮影させていただければと思います。その営業のお手伝いとか、まあ、動画を通してね、さらに、お客様の方に認知していただいて、いろんなねお客様が来ていただけるきっかけになればなと思っております。まあそんな感じで3日間ね麺屋シンクさんの方でお手伝いさせていただきますので、お時間ね合う方はぜひ麺屋シンクさんの美味しいラーメン食べに来てください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。じゃあね。